Yeah.
私は花は咲くいい曲だなと思いながらも歌えませんでした。
放射能を連想されてもされてかもしれません。なんとなく今日歌ってみました。詩を読んでみました。今まで歌う気もなかったので歌詞をよく読んだのは今日が初めてです。作詞家はどんな思いで書いたのでしょうね。少し脱線しますが、今までいろんなところを訪ねて知らぬ場所を置いてもらえないかとお願いしてきました。断られる理由が一番多いのがいろんな考えの人がいるからです。相手の人は私よりも知識は豊富で何倍も反論されますが、私はこれから生まれてくる人たちのためにお願いしますには答えてくれたことはあっても反論か答えてくれないことはあっても反論された記憶がありません。生き物としての本能かもなどと思います。花は咲く、いいか思われる花は咲く、その会議では資料として出されてたのが敷地外貯留としてタンカーへの貯留か大深度への地下貯留っていうのが検討事項として書いてありましたけど、書いてるだけで議論はしてませんでした。ただ大深度への地下貯留といっても敷地の選定から設計から建設から逆算すると多分2年じゃ間に合わないでしょ。でタンカーへの貯留といってまあこれタンカー確かに買ってくるはできるとは思いますけども、そのタンカーに乗せる乗員はどうするのか、そのタンカーを受け入れる港なんか絶対にありませんから、メンテナンスしたまま沖合に停泊させておいていいのか、これ船舶法に違反しないのか、いろいろ問題が出てきます。あと仮にタンカーに入れたとしても、じゃあそのタンカーいっぱいになったらどうするんですか、また持ってくるんですか。ということでなんか私の見たところ福井市は手詰まりに陥りつつあります。これは福井市の反省